こんにちは、トコチャンネルです。今日は、ハピソルさん取材のデコラブ、8月の、かな ?8 月のお題、海をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。まったく朝から考えてるけど、何も浮かばん。何も浮かばんって言いながらも、いつね、こう、マーメイドちゃん、切って、ここにもマーメイドちゃん。まあ、海やでね。まあ、ちょっと素人さで、そういう短絡的な考えで許しさせてて。で、なんとなく私のイメージ、なんか、ヴィーナスのね、ホタテ貝みたいなとこから泡から出てきたみたいなイメージな少女がおったで、それにして、あとはもう、夏の少女。ああ、もう何にもこの、思い浮かばん。どうする?どうする?本当に。どうしたらええ？よいしょ。ちょっと今からさ、ペーパーをカットしたいんやけど、ちょっとこのハガキさんサイズに合わせてね、カットしたいんやけど貼り付けたくないの。なのでって。なので、この、貼って剥がせるスティックのり。これをね、ちょっとこの辺に、こうちょっとね、ちょっと、ね、ちょっと塗りすぎやね。塗って、角やとベレって破れそうな気がするんですが、こうか。こうか。上だけ、下合わせばいいの？下合わせればほっといてもあとは。左右は、上下左右合わせるよ。っていうのを、本当に剥がせやんだら泣くよ、私。嘘やんっつって。ね。これで、切れば、切れる。よいしょ。はがきサイズが、まずね、取りたかったもんでね。OK?はみ出しとるやん。よっしゃ、これで剥がせたい。で、あと剥がせたら成功ね。はい、剥がせました。すごいじゃん。こう向けて。今のノリまだ生きとるかな、無理かな。もう一回つけとくか。そうそう。これね、仮止めにさ、マステとかじゃなくて、ちょっとね、ビシッと止めたいとき。下を合わせればいいのね。さっき、ちょっと待って。ちょっと待って。下を、ホヌちゃんが好きやで、ホヌちゃんを、ちゃんと入るように、下を合わせて貼り付けて。よし。ああ、ちょっと待って、この子の顔が削られそうやで、もうちょいこっちやな。もうちょいギリギリこっち行こうか。こんな感じで、どうでしょう。よいしょ。ちょっとみんな、どいとって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 。どいてくれやん。もうちょい上で切った方がいいな。よいしょ。シュイ。腰が痛い。先生にさ、朝晩大丈夫ですって言った、その日の夕方から腰が痛くなってさ、朝晩じゃなくて一日一回にしましょうって言われたけど、一日一回が、薬、二回にしたけど、それでも腰痛いで、ちょっと一日三回に戻そうかな。腰痛い。神経痛は今の量で、バッチリなんやけどね。ほい。ほい。はい、剥がせます。
はい。これ使うハガキはちょっと置いといて。で、問題はだね、これはバックグラウンドに使うという。なので、これはくっつけます。くっつけよし。このコラは貼り付けます。20ぐらいよいしょ。20ぐらい。めっちゃ今波打った。テープのりってさ、こうやって擦ると剥がれるやん。で、ちょっと、こうやってゴミを横にどけといてさ、後でまた、使いやすくしようっていう。ずる賢いコンテ。おう。よいしょ。よいしょ。これね、これ。これね、これ。こうやって擦ると。このゴミをここペン。そしたら、うん、邪魔やなっていうの貼り合わせます。ん？じゃあ左下にゴムちゃんみたいなゴムだと。あとね、めちゃくちゃすると。あ、ちょっと待って、絶対こう。邪魔した。あ、ちょっと待てー。ちょっと待てーって、あっとる？あっとった。そしたら、このまま合わせていったらぴったり。またんでよかった。ぴったりんこ。ぴったりんこに重ね合わせれば。今回この面の背景はとりあえずベターンってしたいの。なんでかっていうと、ここにひそかにちょっと準備してるんだけど、ビーズ使いたいの。ビーズ使いたいの。足りるかどうかかなって、まず横に指置いとるんだけど。で、その時にこれをさ、かぶせてさ、横はええやん、こうやって曲がるで。上下、ベタバリになるけど、ええか。気にすんなや。気にすんなや。下手になんか、小細工して足すよりも、で、かといってハガキのさ、面カットして下になんかあろうかなって。ちょっと考えたけどさ、もう、人魚さんでも水の中っていうか、海の中っていう、もう、私の勝手な思い込みがあるんで。思い込みって。もう本当に思い込みだけで生きとんのかって言われてたけど。でもね。これが、これさ、これと一緒じゃん、もしかして。うん。これ協力両面って言ったかな。取ってあんね。いいとこにあるじゃん、ゴミリー。足りるかな？足りやんだろ。あ、おこつくんたちの指輪が。そしたら、これの青っぽいのが、こっちが、どっちが青い？こっちが青いな。じゃあこっちにゴミリーを貼ろう。余ったやつをね、ちゃっかり取ってます。取ってるから。うりゃ。取ってるからね。どこって言う。どこ
初参戦。あまりにも私のが渡った人が悲惨な思いをせんように精一杯頑張るなっていう気持ちだけで生きとる今。生きとるまで言うなんて。で、これ、ギリギリで曲げるより、ちょっと余裕持って曲げたいでな。あ、そうしたら、こう、合わせればいいか。こんなもんで合わせればいい。よいしょ。線に合わせて、筋つけて、こういうとき、爪が一番楽。あ、もうずれた。爪が楽。マジで。差し込む。これもサイズ大きい。大きいかもしれんけど、それは後ですればええことやで。下はこっち側に貼ろっか。ね。足りやんとか、もうやっと。足せば。ヒューヒュー喉が鳴る、うるさい。喉鳴るな。ヒュンって。ヒュンってなっとる。なぜに。よいしょ。よいしょ。ヒュンヒュン。ヒュンヒュン。あ、ちょっと待って、ここ、揺れとる。よいしょ。ヒュンヒュンヒュン。ちょっとくっつく、くっつく。ヒュンヒュンヒュン。よし。おーおお。ちょっと、でも、ただ、あれだ、音を置いたら、アウチやな。ね。ちょっと、さっきの、え？さっきの、ぐしょ。クッキングペーパー。ちょっとやっぱ一時置き場が欲しい。よいしょ。上はね、後で閉める。で、そうだから、紙に合わせて曲げればよかったよな。そうやな。手順が悪いよ。どこの紙がこうやって、これもうちょい引っ張れる？もうちょい引っ張れる？いや、下が出てるよ、下が。下が出ちゃったらいいね。こんな感じ？こんな感じ？切ればいい。よいしょ。よいしょ。よいしょ。
これで、しっかり押さえて、こうしたくなかったでね、こう折り曲げたかったんやけど、無理やね、15センチ以上ないね。で、こっちはもう、紙に合わせて、折り曲げる。折り曲げる。これがね、どこにしてもいいけどね。そしたらさっきの、これを、貼り付ける。待った。その前に、ここをさ、貼らなあかんや。どうやってくっつける気やったん私って感じやな。先にここやんな。先にここに貼り付けた。画面外でやっとるけど。上。上貼り付けやな。どうやって貼り付けるのっていう話やわね。あっぶなあっぶなあ、足りんない。足りないということは、ちょっと足しましょう。これの半分ぐらいでいいんやで。どうせ1センチでこの辺に貼れるよ。よいしょ。多分、こんだけあったら足りるよ。そんな気がする。疲れてきた。一応ね、大好きな。シェーカーはさ、めっちゃ大好きやでさ。シェーカーを作りたかったんよね。なんかシェーカー作ってもええみたいな感じだし。シェーカーにされてる人だったで。ちょっとね、過去の見ようと思ったんやけど、デコラムの。ハピソルさんめっちゃインスタアップされてる量が多いもんね。探すのめんどくさくなってさ。直近の何だっけ、夏のだけ見てさ、あー、無理やと思って。これ見ただけじゃ、私のレベルが上がるわけはないなと思って。足りた。またここだけ残りやる。じゃあ前でここだけちょん切って置いとこう。こうやってね、残しとこう。また使う日が来るでしょう、みたいなね。これ、でも、上、出とるで、ええよな、はみ出したもん。貼ったって、よいしょ。ピン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 と貼って、よいしょ。一気に行きます。なんか最近髪数ばっかりやってるけど、ほんと向こうの片付けメインでやるのかもさ。全然やる気が起きんくてさ。いやもうその起きんくてって言うとる場合じゃないんやけどね。マジで。マジで。そんなん言うとる場合じゃないよって。ちゃっちゃとやりなっていう感じないけど。じゃないと足の踏み場もないよっていうね。本当に泥棒が入った状態のままで、放置でいいのの状態なんやけどね。でこれは何するかと、今からカッターで切るところで、これ使え。折り曲げ線をつけてます。よいしょ。あ、ここは多少ね、ガタガタなんでもええんやけどさ。ちなみにね。
春前にも、今の悲鳴聞いた？もう私はすぐ悲鳴あげてんよな。もうアホやろ。もう泣けてくるわ、自分のバカさ加減。いっ、あ、落ちてった、落ちてった。え、どこ行った？ここに一個。もう一個下まで行ったで。もう一個絶対下まで、あった。あ、まず届いた。ああ。これだけ？あとね、ここにちょっと、ちょこっと。最悪。こういうことをすら、このさ、戻しながらばらまくっていう。なんでそんなに不器用な？なんか、自分が嫌になる。よいしょ。また、ここはでも作って、飲もうかな。ミントココアじゃなくて、ミルコアじゃなく、ミルコアはまだ一本あんねんけどね。ミルコアじゃなくて、普通のね、水にかけるね、この、CGC のミルココ、ミルクココで、ミルクココアはね、ちょっとした水でちょいちょいって溶いてから、水で溶くと、飲めるの。あ、もうよかった。基本ね、あったかい飲み物嫌いなんよ。だってコーヒーとかでも入れるとき絶対お湯じゃなきゃいかんやん。めっちゃ冷ましてから飲むの。なんならアイスミルク、アイスミルクじゃなくて牛乳。そんな おしゃれなもんじゃ。これちょっと、重ねとくわ。万が一ひっくり返ってもすっとばんくていいよ。あ、でも今から入れるんや。その前に切るんやった。何やったの、もう。あちゃめ、ちょっと長さ見よ、長さ見よ。長さ的に、どのはみ出し、どんなはみ出し、どんなアップのか。よいしょ。よいしょ、ちょっとね。はみ出し、どんのははみ出し、どんのであったのか。よいしょ、よいしょ。角あとね。そうね。ピチロとしろで分からへん。分からへんって言うの。まあ、切ろう。切っちまおう。で、シェーカーでもさ、どんだけ入れたらええんかなって。私さ、基本、多めが好きなんよ。このまま言っとくけど大丈夫。多めが好きなのね。だけど多く入れたらかさばって、それは厚みになるっていうの。厚み関係ないから、グラムか。はあ、スパゴンだったら関係ないから。あ、しまった、穴を開けとくのを忘れた。そっとね、そっとね。でもさ、絶対コラージュするとさ、どっかさ、どっかってか、だから埋まるよね、シールで。それでもうあと一箇所ぐらいで埋める。あ、空気が入るようにね。裏に穴開いてもね、別に噛まへんでさ、貼るだけやでさ。もうちょっと開けとく？大丈夫ね。裏の穴はね、気になる人はこうやって、潰したったらちゃんと潰れるからね。目立たないね。ほんとはこれ貼る前にやるべき行為やね。こっちから見てもあんまわからへん。この穴のとこね、見てもわからへんというね。まぁ、ちょっとじーっと見てるわかるかもしれないけど。それ今からごまかす。ビーズを入れると。よいしょ。
どうです？なかなか寂しくない？寂しくない？これちょっと今から、今入れるんやけど。あー、ちょっと待った。あかんよ。コラージュしてからにしよう。でもちょっと待って、量決めたいで。あ、ここに戻したらええだけやでね。まあ、まだ戻すんやけどね。これさ、入れた方が綺麗ちゃうかな。濃いよね。あ、濃い色を入れた方が綺麗やな。よっしゃ。今もうなんか手順ブラブラとめっちゃくちゃにしとるけどさ。あー、ぶな。また落としとかやった。よいしょよいしょ。あ、ぶなってもうこぼしとったわ。すでにこぼしとったわ。ついてくれやん。よいしょ。よいしょ。これでおらん。おった。どこ行った？おったおった。入れるものはこれでもう OK ということで、ちょっとどけといて。これも OK ということでどけといて。そしたら、この、あー、めっちゃこぼしとる。びっくりするほどこぼしとった、自分の。スカートの。ということで、やっていくんやけど、じゃあ切り出してあるのは、これはね、多分朝顔なんやけど、昼顔とかって、浜なんとか、うちの近くの海岸ね。要はこういう感じのって、海の方に、黄色い花がね、よく咲くのよ。で、まあ、朝顔夏やし、なんせこれプールのこんなん、ね、船とか置いたんで、イメージ的にいいかなって、勝手に思い込んだ。どっちがいい？ほぬさん結局消えるやん。ほぬさん消え、うん。いや、重ねるんは重ねるんやね。重ねるんは重ねるんやけど、このホヌさんも消えるな、ここな。うん、結局ホヌさん気にしとったけど、消すな、わらしで。この子らつけたいで。この子らつけたいで、で、これだけじゃ、あ、まだこれもね、この辺のパーツもつけるんやけど、これだけじゃコラージュとは言えないでしょ、と。なるべくペット系のものを入れたい。まずこの辺はアイトル、アイトル使うか。枠、この枠使う。花系、そうそう、全然さ、外にも、外じゃないわ。海の中にある花なんてわっきゃらへんでさ。もうわっきゃらへんときは、わっきゃらへん花を使おうっていう。すごい大胆な考えのこと。大胆すぎるやろ、お前って。こうしよう。あ、じゃあこっちの方がええか。花がこっち寄りになっとんで。こうしよう。そしたら、ここに、はい、はい。これさ、こんだけ貼ったらさ、シェーカーも減ったこれもあったもんじゃねえぞって話にならへん。いやいや、そんなことはない。もうちょっと下に上げようか。下に上げようか。ぶっ切れる程度に、ほぬさん見える程度に。ほぬさん見える程度に、
下に下げたら、どうですか？どうですか？この辺はこの辺に。この辺はこの辺に。これも嘘。ちょっとどうやらうまくいくか。これは、ちょっと考えよう。で、これ使おうとしたけど、使い道なかったな。どこにどう枠を入れる？いらんよな、額持ちな。はっきり言っていらんよな。絶対いらんよな。絶対まで言い切るよ。なんかないかな。じゃ、これはね、もうペットテープだけでやろうっていう、ずうずうしい考えなの。ずうずうしい。もう、こぼして減らしたペットテープで、なんか探そうかな。こぼして半分とは言わんけど、3分の1どっか行ったんよな。悲しすぎるやん。プリンさん、確かさ、ラベルっぽいなってはずないけどな。落としたで、なくしたで、どっか行ってまた。やっぱなくなっとるな。めっちゃ、どこ行ったんやろ。一体片付けて探したんやけどさ、見当たらんかった。あ、やっぱラベルのがないってことは、その辺の子たち、聞いとる。あ、おったおったおった、ラベルの子。ラベルの子。無理に入れる。シェーカーの意味 100% なるよ。100% ないよね。ラベルの子をここに無理やり入れようか。ここ重なりすぎやな。あかんな。花の渋滞を起こしとるな。やめよう。これはもう、素人さんレベルってことで、ここで許してもらおう。いきなり、許可を取る形になるという。なんやねんって。許可を取る形にしよう。私は素人さんです。だからごめんなさい。素人レベルでしかできませんでした。かな？これはちょっと後でバランス見るとして。でも、バランス見るとして、でもこの子の位置が決まらんと、この朝顔に役立ってほしくないと思ったら、もうちょい上ないよな。まあ、ちょっと一緒に、ギリ入るわ。よいしょ。よいしょ。コヌさんを、まあ、気にせんと消してこか。消してこかって。下のコヌさんを気にせんと消してこう。そして貼ってしまえ。結局ホヌさんは消すという、オットロティ決断を、いたちまちだ。キャーって、もうキャーキャー言いすぎ私。で、この子の位置を決めるわけ。この子のね。で、この子たちは絶対必要な、この一連の絵で必要な。で、この子たちがこう来るんやったら、この子たちがこう来るんやったら、この辺で貼ればええんちゃう。お、なんか止まった。よいしょ。この、ボートと砂を捨てりゃええ。
ボートと砂を捨てればいい。もう一回ね。この子たちが、で、ここで、ここで、ここで、こうしたいわけやで。ここで、この子たちをこう見せたいんだったら、ちょっと待って、まだくっつかないで。この辺から行こう。ちょっと斜めって貼ろう。ちょっと斜めって貼ると、これで固定しておこうか。で、この子がこうすると、よいしょ、これはこうなんよな。それで、この子が針やな。この子が針やんで、この子らから貼ろうか。ちょっとこれ、ちぎれるんちゃうか。めくれたよいしょよいしょ。で、この子らがここに貼る、こっちから貼りたい、こっちから貼りたい。じゃあこっちをちょっと待って、こうか。置いてしもたい。はい。じゃあここに、この間にこう入るしかないね。どういう決まり？まあでも朝顔見えとるね。ちょっと透けるかどうか、ちょっち顔が透けるかどうか心配で。まあこのペット系やったらいけるんちゃうかな。ちょっと顔だけ、いや大丈夫に透けてないよね。こう来て、いいかな。あ、顔大丈夫、透けないね。さすが。私の好きなペットちゃん。ペットちゃん。自分のペットではないんやけど、ペットテープっつうだけなんやけど、すぐペットちゃんって呼んでしまう。よいしょ。よいしょ。よいしょ。叫びながら切るなんて。これをあとはね、はがきに両面テープで貼り付ける。シュイ、簡単すぎて怒られるやろか。もっとこう複雑に貼れって言われるやろか。ちょっと舐めとんのちゃうで、コラボみたいな。
ちょっとブルーに顔貸せやみたいに言われたらどうしよう。で、泣いてもええ。すぐ泣いてごまかす。泣いてもええ。いや、ちなみに呼ばれて泣いたことないけど。今日しつこいや、言われて、なんじゃいって言ったんですけど、うん。若い頃はね。あ、ちなみに私、ヤンキーではございません。なんでやろね、ヤンキーでもなんでもないんやけど、ま、中学校の時はね、自分の兄貴がヤンキーやったもんで、その、ね、自分のお姉さん、お兄さんがヤンキーやと、自分もヤンキーと思い込むって言ったら同級生に失礼かな。思い込むヤンキー多いや。実際じゃヤンキーなんかしとんのって何もしてない。何もタコとの構想も何もないというね。あ、男の子じゃないよ。女の子ね。うん、で、その子らが、ね、私の兄貴がそこそこヤンキーやったもんで、自分たちと同じと思って、ね、そうそう、先輩たちもそう思うみたいで、いやいや、私は一般生徒、どっちかと優等生ですよ。成績はバカだけど、とか思いながら。どうしよう。どうしようって作ってもたから言うなら、まだハガキに貼ってないでね。ここからどうとでもなるんやけど、なるんやけど、偉そうにどうとでもなるんじゃが、どうとでもならんのよ。ごめんなさい。知恵がないです。実はね、密かにね、ここにね、ホログラムっていうね、小技を持っとんやけど、なんせさ、2枚作って4面、2枚の両面作りたいもんで、ここにこのホログラムはやめようと思う。シェイカーっていう小技を聞かすもんで。小技って。さっきから。まだ入れてないのね、しかも。ああ、そっか。この小春をどっちがええ?どっちが目立つ?このピンク系とブルー系。ちょだとか。ちょっと見ようか。どっちが目立つか見ようか。目立った方がええやん。貼ってあるってわかるで。あ、こっちやな。こっち貼ろう。って言って、自分がこっち貼ろうで剥がすと見えへんのよ。あ、貝がある。貝貼ろう。あ、貝この子に使えた前か。とこ一時白弱あ、もう一個あったわ。もう貼ろうじゃ。はい、貼ろう。目立つやん。ええやん。イルカちゃんもおる。まだいっぱいおるね。いっぱいおるで、一匹ぐらい貼ろう。だからそのもうノリがさ、子供のタンスにシール貼るノリ。そのノリやめえ、みたいなね。で、なんでここでピンセットいきなり取り出すみたいな。じゃあ最初からピンセットずっとけや、みたいなね。あ、このブク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 って繋がっとんのええんちゃう。言い方が悪いなって。これ。こうちょっと水中っていうのイメージさせとき。あ、でもなんかさ、名前書かなあかんやんね。横向きんとこに書こう。ん?私、両面に書いとってただけやと思うな。ちょっと待て。その辺に、夏用の。うん、両方に名前書いとるわ。まあ、一回両方に名前が。これ今から OPP に入れるんだけど、OPP に入れてから貼ったらええんけ?どっちなんやろ?あ、質問しとこう。名前は OPP に入れてから貼るのか、中に貼った方がええのか。聞いとこなって。誰に言ったんやで。聞いとこ。なるべくさ、こうくっついとる方がさ、存在感あるやん。存在感あるものをちょっと貼っとこう。
で、この辺ちょっとちょろちょろんってなんか、あって、今のあは何可愛いハート見つけた。いや、見つけた。知っとんやけど、ハートあんの知っとんやけど、このダブルのハートは、まだ使ってなかったな。よいしょ。ダブルのハート。で、あ、貝もある。貝もあるってか、さっきのこの貝じゃなくてね。で、この蜜玉ちゃん。で、ここにちっちゃい1個入れとこう。どういうこと入れとこうの意味だね。上にもちっちゃいの入れとこうか。入れとこうじゃなくて、貼っとこうやろ。日本語おかしいよ。ここにもなんかつなぎ欲しいんやけどな。プクプク。口でプクプク言うてもしゃあない。勝手に重ねるの作っとこう。いや、ちっちゃいの、この重ねるのなかったよな。そうそうそう、こないな感じでどうでしょうね。これもキラキラが入ったし。まあ、いいんじゃないっけ自分のこの、ヘラ袋を交換メーカーに詰めないかんのね。もう販売用も詰めないかんのに。何にも手ついてない。いや、先にも片付けしなあかんわ、マジで。そんなことばっかり言っとる、もうずーっと。マジでね、もう、気分的に全然やる気起こらんのよ。片付けばね。そしたら、そろそろこの子らの登場か。いや。で、これ、ゴツゴツしとるで、貼るのは最終目的にしよう。最終目的。てか、最後にしよう。なんかおかしなこと言ってんな。これだけでさ、50分やん。それで、とりあえず、だってこれさ、今撮っとるけどさ、シャッフルじゃない、抽選するまでアップできやんやん。もう一個の夏合宿のも。一応最近動画撮っとんやけど、ライブで、ズボラしようとばっかじゃなくてね。え、思うとんやけど。ズボラばっかじゃないって言い訳したら。空気がやっぱ入らんな。入ってこうへんな。どっか目立たんとこにやっぱ、プスっていかなかんな。言ってなかったんだけどな。これで空気入ったんか。入った。これで一気にシャラシャラシャラ。波の、この小豆のやつに波の音。何やったの？あ、ここに来たら見えるよ。下と上にくっついたのはわかるかな。あ、でもそんなとこ使えんな、言うほど。まあ、よかったわ。まあ、ちゅうことで、これはこれで、私の大好きなペットテープ祭りで、ちゃんちゃこちんと。なんちゃんちゃこちんって。わけわかんねや。ちゅうことで、終わりたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。